楽しみながら解説もね、うん、一緒にお楽しみいただきたいと思います、うん、どうぞよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。さあ続いてはですね、はいはい、早原町宮平伝統芸能保存会です、うん、まずはですねモニターをご覧いただきまして映像をご覧いただきます。宮平伝統芸能保存会の映像でしたが、はい、十五夜の、ね、お祭りの様子をご覧いただきました、はいはい、では続きまして演目宮平獅子舞マイディとそのお祭りをご紹介していきます、うん、宮平の獅子舞は早原町の無形民俗文化財に指定されております。その演目の一つマイディは獲物を取り逃がして残念がる2匹の小猿が鞠を持って夜なぶしで踊る演目となっているそうです、うん、はい、うん、宮平というところ、まあ、早原町にあるわけなんですけど、早原そのものはですね、まさにこの首里と関係が深い土地でございまして、まあ、首里の直轄地と言ってもいいでしょうね。現在の西原町、そして那覇市になりましたが、私の出身地でもある真和市ですね、この3つ3箇所なんですけども、まあ、首里の直轄地でもありました。ですので非常にこうね、ある意味統制が取れたというか、しっかりとやるというのがですね、まあ、特徴だと思います。早原の獅子舞なんですけども、これが宮平、キャン、それから元部に伝わっておりまして、この宮平の獅子というのは、まあ、初代が260年前にまさにこの首里王府から、ここからですね下賜されたものであるということで、まあ、現在の獅子は3代目ということですね。で、面白いのが、まあ、さっき出てましたけど、ハワイから送られた ね移民の方からの寄贈だと、うん、があるんですよね、うん、これってすごくないですか。自分のふるさとを離れた、まあそれも、大和だけじゃなくてハワイに移民してるんですよ、自分たちも苦労したはずなんです。でも戦後ですよ、1950年、自分のふるさとを持って獅子を送るわけですよね。ハワイの宮平の人たち、宮平出身の人たちというのは、まあ、それぐらいうちの地元は獅子なんだと、これで元気づけようじゃないかという思いがあったと思うんですよ。やっぱこの獅子で元気をつけてあげたり、全てが灰になった沖縄を、思う気持ちっていうのが、ここに僕は現れてるなというふうに思います。この宮平の獅子の特徴ですが、三方という動作が特徴ということで、まあ、力強くね、まあ、VTR もありましたけど、カチンカチンカチンでね三方に顔を出していく、あの動きが特徴でありまして、7つの、ね、名方があるそうなんですけど、必ずこれが入っているというのが、特徴だそうです、はい、それではご覧いただきましょう。早原町宮平伝統芸能保存会宮平獅子舞マイディです。どうぞ。Shishiyama
Thank you.
ですね、はい、早原町宮平伝統芸能保存会によります宮平獅子舞マイディでした。はい、拍手をお願いいたします。最初に出てきた2匹のお猿ちゃん、可愛、うん、はい、かったですね。可愛かったです ね、あれお猿さんなんですよね。お猿さん、うん、はい、ね、お猿っていないですね、琉球。なんかあんまり見ないなと思いましたけど ね、考えたら生息してないんですよ。でも芸能によく出てくる。不思議ですね。不思議なんですけどね。で、面白いのは首里城の向こうですね、正殿側でも、ね、骨が見つかってるんですよね。うん、猿ので、調べたら屋久島の猿だったんですよ。連れてこられたんですか。どうやらペットで飼ってたので、屋久島からね、結構ね、お猿さん連れてきて、ペットで飼ってたんですよ、琉球の時代もね。うん、だから結構琉球の人たちは親しみあったはずですよ、お猿さん、ね、面白いですね、はいはい。ではですね、ここで出演団体を代表しまして、うん、はい、金城大輔さんからお話を伺ってまいります。金城さん、お願いします。金城さん、はじかさんしてるんですかね。出てこないですね。金城さん、はい、いらっしゃいました。どうぞ真ん中にお願いします。はい、お疲れ様でした。はい、金城さん、はい、出てました今。多分ずっと後ろでドラ叩いてました、ね。寝てたみたいな。あのドン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 って聞こえてたな。あ、そうそう、あれ一番大事な。はいはいはい、ドラの音だったんですね。はいはい、あ、なるほど。金城さんは何年ぐらいこの獅子に関わってらっしゃいますか。あ、そうですね、あんまり数えてないんですけど、7年8年ぐらい。7、8年ぐらい。あ、そうですか。ちっちゃいとこからやるもんですか、宮城で。まあ、場合によるのかなと。最近は子供獅子っていうのもあって、子供たちがやってたり。子供たちだけの獅子がある。あ、そうですね、はいはいはい。これも同じくあれですか、お祭りで使うんですか。そうですね、うん、近所さんの時代はなかった。まあ、そうですね、最近は子供たちが活発に、うん、活発にやってる。あ、いいことですよね。でも ね、次の担い手になるわけですからね。ドラもいらっしゃいます。ちっちゃい子はもう、その飾らない子たちで回すみたいな感じですよね。ああ、そうです。子供たちだったらなんか叩きたがったりとかしそうですよね。うん、あ、そうですね、獅子の方が人気かなっていう。あ、やっぱり、あ、ね、宮平の十五夜遊び、これ特徴とかありますでしょうか、獅子以外で含めて。意外です、はいはい。だから十五夜方が多いので、伝統的な方が、今、ご覧になっていただいたの以外にもいろんな方があるので、うん、その方にも一個一個特徴的な技とかがあるので、そこが特徴というか魅力があるかな。はいはい、聞いたところによると、7つの方が。そうですね。なるほどね。で、共通するのが3本。そうです、3本が入ってるんですね。はい、全てに入ってるってことですね。うん、なるほど。はい、金城さんにとってね、この獅子とどういうもんですか。伝統ですね、うん。もうこれ守っていかなきゃいけないわ。まあ、そうですね、できたら子供たちがまた広げて、うん、ですね、
守っていってもらいたい、はい、演じ続けてもらいたい、そうですね、なるほど、今はじゃあもう指導する立場にもなってきてるんですかね。まあ今かぶってたのも同世代のバカを買ってというかも、はい、さんの人ではあるんですけど、まあ、うん、どん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 こう後輩とかに教えていくっていうのもやっていけたらなと思います。ああ、なるほど。今日ちなみに獅子の中入ってたお二人というのは、まあ、同年代、あ、そうですね、青年会のメンバーが被ってました。なるほど。祭りっていうのはどういうふうに、やっていったらいいと思いますか。まあ盛り上げるのが一番かなと思いますね、うん、みんな楽しくなればいいのかなとは。全員参加方で、そうですね、はいはい、ありがとうございます。で、なんかアメリカから、あ、ハワイから、送られた獅子、これは今どちらにあるんですか。これは宮城の島保存館があるので、そちらに、まあ、ショーケース的な感じで飾ってあるんです。これ一般の方も、あ、もちろん見ることができる。あ、皆さんね、じゃあぜひともこの宮平の人たちの思いですね、はい、詰まった詩人を見ていただきたいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。今後もね、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。お話は金城大輔さんでした。ありがとうございました。獅子舞ってね、先ほども出てきましたけど、うん、顔がねそれぞれ違うんだなって特徴もねご覧いただいてね、はい、面白いものですね。そうですね、今思ったのは、うん、ね、さっき袖でお話してたんですけど、宮平の獅子って結構平たい感じですね。ねえ、なんか目玉が目が上についてる、上についてる感じなんで、こう見るとまた表情がね、うん、変わって見えるんですよね。面白かったですね、うん。